前田高知遺跡は、東京都秋る野市に所在する、縄文時代早々期の遺跡である。三越場文化末期かそれに続く、時期の遺跡とみられ、掃除山遺跡より遡ると推定されている。多量の石やりと白片を伴う二棟の住居跡が、検出されている。一棟は掘り込みがなく、八個の瓦石が、外周の一部に沿って並べられており、 いわゆる平地式の住居跡と見られている。もう一棟は柱穴こそ確認されなかったが、深さ10センチほどの掘り込みを持ち、中央のやや北寄りに色が設けられていた。そして二棟の住居とその周辺からは2000点を超える石槍と膨大な白片などが出土しており、ここで石槍を集中的に制作していたことがわかる。しかし、 膨大な石器群の湿度にもかかわらず、検出された住居跡はわずかに二棟と少なく、住居跡以外の遺構は全く検出されていない。しかも土器はというと、二個体分の小片が出土しただけで、石皿などの植物採取活動に関わる道具も検出されなかったことから見ても、ここを通年生活の場としていたとは考えにくい。前田高地遺跡では、 縦穴住居跡の床面を覆う土の中から大量の哺乳動物と魚類の骨片が検出され、特に魚類の骨片を詳細に分析した結果、住居内に60から70個の鮭の頭部が存在していた。そこで、前田高知遺跡が多摩川とその支流である秋川が合流する川べりに立地するという特徴を考え合わせると、鮭が遡上する秋を中心とする時期に、 その捕獲と合わせて、石槍を集中的に制作したと推定される。鮭の保存を考えれば、前田高地遺跡もまた、一年の特定の時期に居住地とされることはあっても、数年的な定住集落を形成するまでに至っていない。なお、石槍を主体とする石器群を持つ遺跡は、新潟県中魚沼群津南町本の木遺跡、道中林遺跡、 群馬県伊勢崎市石山遺跡、千葉県富里市南大田目袋遺跡、神奈川県綾瀬市、寺尾遺跡などである。これらの遺跡は、やり先形石器が多く、他の石器は、少ない、石属をほとんど伴わない、石器作りに、石人技法が見られない、土器はないか、あっても、非常に少ないなどの特色があり、一般に、石片、破損品などの湿度が多く、 石器製作史的な性格を示すものが多い。ありがとうございます。